はい。今日はですね、脳卒中、肩麻痺、電気刺激は歩行と姿勢にいいかもっていう話をやっていきたいと思います。はじめにこの動画はあくまでも試験ですのでご了承ください。というわけで今回はですね、今日の疑問として、電気刺激について考えていきたいと思います。僕は、あの、回復期リアビリテーション病院に勤めている理学療法士で約10年ぐらいやっているんですけれども、この、 電気刺激ですね。うちの上にアイビスって置いてあって、このアイビスをあの OT がメインで使っているんですね。PT はまだまだこのアイビスを積極的に使用していないんですよで。恥ずかしながら僕もですね、まだまだこのアイビスについては臨床でそこまで積極的に運用したことはないので、まだまだ勉強中でして、まあ、今詳しい人がいるので、ちょっと教わりながらちょっと勉強中って形なんですけれども、そんな中でこのアイビスの効果、 どんなものがあるのかなっていうのを文献ベースで色々調べてみて結構いいのがあったので今日はそれをベースに紹介していきたいと思いますでこれエビデンスも結構ねあるっていうふうに言われていますよねアイビスってねあの麻痺則上肢とか肩のアダッキュに使用するといいよとかっていうふうに言われてたりするじゃないですかただこの下肢とか姿勢バランスとか、まあ、そういった とたところどちらかというと、まあ、PT があちょっとメインになりそうなところに対してはどうなのかなというところが気になっていろいろと調べてみて、まあ、ちょっといいのがあったのでそれをベースに話していきたいと思いますがこちらですね引用参考文献はこちらのものになっていますで、まあ、こちらあの読んでいただければと思いますがさらっと内容を紹介していきます目的対象研究デザインですね、まあ、脳卒中耳患者の標準早期の標準的リハビリテーションに 下肢経費神経刺激または神経筋電気刺激を追加することを検討したとで。脳卒中発症後24時間以内に脳卒中センターに入院した20から80歳の初発脳卒中患者を対象にしていると。RCT のパイロット試験であるというところですね。でえーまあ、この早期のリハビテーションにこの電気刺激を 一緒にやったらどうなったかっていうものなので方法としてはこの経費的神経刺激にプラスして早期リハビリテーション群神経筋電気刺激にプラスしたリハビリテーション群あとリハだけののみこの3群に分けたとで、えー、経費神経刺激または神経筋電気刺激を患部の全頸骨筋と大体したときに1日30分週5回2週間実施したと。 いうものになっております普通のリハに加えて電気も一緒にあったよっていう群のあの研究なわけですね。で、結果としてはあの姿勢の評価尺度のスコアが介入後2週間の時点で経費的神経刺激群と標準的な早期リハビテーションのみの群の間で有意差が認められたと。で、介入後2週間の時点 および2週間後の時点で経費神経刺激群では標準的な早期リハビテーションのみの群よりも5 0メートル自立歩行できた被験者の割合が高かったとこういう結果になったと。これ結構すごいですよね。電気刺激の効果が結構あったよって話ですね。標準的な早期リハビテーションに2週間の経費神経刺激を加えることで 急性期の脳卒中患者の姿勢、安定性と方向が改善されたということが示唆されたみたいな文献なわけですよ。で、えーまあ、自分の臨床に生かすためにいろいろ考えてみましたが、やっぱりこう早期から併用していくっていうのもすごく大切なんだなっていうのを実感しました、この辺はですね、やっぱりドクターとも連携取りながら、あ適切に運用していけたらなと思います。 まあ正直僕はですね、まだまだ勉強中なので、詳しい人が、あの、いいにもいるので、臨床上のちょっとした工夫なんかも今度聞いてみようかなというふうに思いました。まあ今ね、着々と準備を進めているので、臨床で運用できるようにちょっと頑張っていきたいなと思います。はい。今日は以上になります。最後まで聴いていただきありがとうございました。失礼します。